はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。さあ、今日は助動詞のラムから見ていきたいと思います。ラムは活用がこんな感じです。まるまるらんらんらめまる。まるまるらんらんらめまる。なんかね、楽しそうだよね。らんらんしてる。どっか出かけるのかもしれないみたいなね。そんな感じの活用をしてます。さあ、接続。終止形。ただし、らへん型の活用語には連体形。いつもの活用する語の「う」の音にくっつきたいっていう接続をします。はい、ちょっとめんどくさいのが意味と訳し方です。で、ラン見てもらって分かるようにさ、助動詞の「む」みたいのがいるでしょ。だからあのグループです。助動詞の「む」のグループってことは、まずは文末か文中かで見分けないといけないわけさ。で、文末の場合、欄が文末の場合は、現在推量、何々いるだろう。もう一個、現在の原因推量、どうして何々いるのだろう。さあ、これ今まであんまりないですね。現在推量とかね、原因推量とかってあんまり聞き慣れないと思うんだけどさ、例えば、現在推量っていうのはさ、あれ？今日、あいつ休み？いや、多分今頃必死に走って学校に来てるだろう。これが現在推量です。原因推量は、その友達がね、なんか遅刻して学校に来たわけですよ。そしたら、それを遅刻したの知らない友達がそれ見てるわけさ。でも先生に怒られるわけ。遅刻してきたから。で、それを見て、あれ、どうしてあいつは怒られているのだろう。これが原因推量です。あいつは今頃必死に学校に向かっているだろう。これが現在推量。どうしてあいつは今怒られているのだろう。これが原因推量です。で、じゃあその2つの違い、見分けってどうするのっていうのが左側の米印のところです。今の話の中さ、目で確認できるものとできないものがあったでしょ。実際に見てるのか見てないのかっていうこと。はい、右側。実際に目で確認できていないものの場合は、現在推量。あいつは今頃走ってきてるだろうって、見てないよね。想像してる中でしょ。多分あいつ走ってるよっていう。でも一方で、先生に怒られてるのを見て、どうしてこいつ怒られてるんだろうっていうのは、実際目で確認してるでしょ。目で確認できる場合は、現因推量になります。はい、さあ、もう一個。欄が文中に来た場合。文中に来た場合の欄は、現在の伝文、そして現在の婉曲です。そして文中の欄は必ず連体形。これは助動詞の無と似てるよね。助動詞の無もさ、文中の場合は必ず連体形で、仮定か婉曲だったでしょ。で、今回は、現在の伝文と婉曲っていうふうに分かれてるんだけど、正直これ厳密な訳し分けって難しいの。だから何々いるようなっていうふうにまず訳してみて、大丈夫そうだったら婉曲、現在の婉曲っていうので OK だと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこんなふうに助動詞を中心に解説していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録もしてみてください。あと、ツイッターとインスタ、あと LINE アットもやってます。ぜひぜひそっちの方も登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。